どうも皆さんこんばんは、ジョニーウォーカー大好き芸人のケンです。はい、皆さんこんばんは、クレイジーバーテンダーのケンです。今回も動画を見てくださってありがとうございます。このところ立て続けにジョニーウォーカーのボトルを飲んでいっているということで、今回もなんですがジョニーウォーカーからおすすめのボトルを一つご紹介してまいります。それでは早速登場していただきましょう。こちら、じゃじゃーん。こちらジョニーウォーカー18年でございます。よいしょ。はい、というわけなんですが、やっとこちらのボトルをレビューできる日がやってまいりました。こちら皆さんご存知、スコッチの大御所メーカージョニーウォーカーの長熟ボトル18年になります。ジョニーウォーカーといえばレッドラベルやブラックラベルなど、ラベルのカラーによってラインナップを構成していることで有名ですが、こちらのボトルには珍しく18年という名称が付けられております。こちらもともとはジョニーウォーカープラチナラベルという名前でリリースされていたボトルが、2017年にラベルデザインや構成原種を含めて大幅にリニューアルされまして、現行品のボトル18年として売り出されております。そしてこちらのボトルはジョニーウォーカーの創業一家が友人などをもてなす際に飲まれるプライベートボトルに着想を得て作られたと言われておりまして、ボトルにも重厚感があってなんとも贅沢なウイスキーといった印象です。そしてこちらのボトル、キーモルトとして使われているのはスペーサイド地方のカージュとグレンエルギン、そしてハイランド地方からグレンオードとブレアソールの原種が使用されております。こちらの18年というボトルはジョニーウォーカーのオフィシャルラインナップの中ではブルーラベルに次ぐ高級ボトルという位置づけになるような一本かと思います。前回の動画ではジョニーウォーカー創業200周年記念ボトルセレブラトリーブレンドを美味しくいただいたばかりですので、今回も非常に楽しみな一本です。はい、というわけで今回はこちらジョニーウォーカーの18年を飲んでいきたいと思います。それでは本日も早速やってまいりましょう。レッツこの1本前の動画のジョニー北川を見ていただければわかると思うんですが、あのね、もうネタ切れ。はい、それではお待たせいたしました。まずはこちらジョニーウォーカー18年をストレートでご用意しております。それでは早速香りの方から見てまいりましょう。これはすごいぞ。まずですね、こちら香りから非常に繊細な印象を受けますね。こちらスペーサイドモルトらしい青リンゴ、洋梨のフレーバーがしっかりと主張していますが、同時に熟したレーズンと少し酸の効いた香りもわかるかなと思います。あとはですね、しっかり甘いメープルシロップやリンゴのコンポートのようなものもイメージできます。そしてオーク由来の樽香もわかりますし、あとわずかではありますがスモーキー感も感じ取ることができます。前回の動画で扱ったセレブラトリーブレンドは濃密な甘い香りがガツンと香る印象でしたが、こちらの18年は香りの要素がそれぞれバランスよく共存しているようなイメージですね。あと特筆すべき点としては長熟原酒を使用し、アルコール度数 40% ということもあってか、全くアルコール刺激感がない仕上がりになっています。本当にね、こちら繊細な香りを持つ香水と言ってもいいくらい素晴らしい嗅ぎ心地かなと思います。はい、それではお待たせいたしました。早速こちら味わいの方を見ていきたいかと思います。いただきまーす。うーわー、いや、これは恐ろしいほどスルッといっちゃいますね。こちら安定の耳でございます。こちら味わいもですね、香り同様結構繊細な印象を受けますね。まず舌にのせると熟したフルーツの甘さ、少し渋さも感じるような甘さが口全体に広がります。そして追いかけるようにスパイシー感が出てきまして、甘さもですね、ビターなほろ苦さがある甘さに変化していきます。そして喉を通すとこの余韻がね、また複雑かつ長く持続します。
余韻の味わいはですね、オレンジのような柑橘感、樽由来の香ばしさ、塩っ気、スモーキー感がそれぞれバランスよく主張してくるようなイメージですね。こちら正直ですね、口に含むとボディはそこまで厚みがある感じではないので期待外れかなと一瞬思うのですが、喉を通してみて初めてこのウイスキーの素晴らしさがわかる、そんな一杯かなと思います。こちら甘さもね、一口目こそしっかり感じましたが、何度か口にしているとビター感が強く感じるような印象ですね。こういった繊細なウイスキーは加水するのももったいないと思わせてくれるくらい、ストレートで十分に完成された感がある一杯ですね。うわー、いや本当にね、ブレンデッドウイスキーとは思えないくらい余韻が素晴らしい仕上がりです。はい、それでは最後、こちらのジョニーウォーカー18年を、おすすめの飲み方でもう一杯だけ飲んでみたいと思います。それではお待たせいたしました。ラストはこちらジョニーウォーカー18年をオンザロックでご用意しております。それでは早速飲んでみたいと思います。いただきまーす。うわー、いや繊細な味わいはそのまま余韻までしっかり楽しめます。こちら安定の耳でございます。こちらやっぱりロックにすると氷から溶け出した水分が混ざり合って、まろやかさが増して、ビターな甘さも強まって感じるかなと思います。ストレートで飲んだ際と同じように、余韻で感じた繊細な味わいのバランスは崩すことなく楽しめますし、氷で少し冷えた分、さらに飲みやすく感じるかなと思います。いやこういったウイスキーは生チョコなんかと合わせると間違いなく最高の組み合わせになるんじゃないかなと思います。本日も美味しく頂戴いたしました。はい、それではお疲れ様でした。本日はこちらジョニーウォーカーの18年を飲んでいったんですが、いかがでしたでしょうか。こちらのウイスキー、ジョニーウォーカーのラインナップの中でもハイエンドクラスだけあって、繊細かつ複層的な味わいが特徴的なボトルかなと思いました。こちらのボトル、特に注目してほしいのは余韻の複雑な味わいかなと思います。飲み方としては繊細な味わいを崩すことなく楽しめるストレートやロックでの一杯がおすすめです。またこちらのボトル、ジョニーウォーカーの中でも特別感ある一本ですので、贈答用ウイスキーとしても最適かなと思いますし、もちろんバーなどでも飲めるところはたくさんあると思いますので、見つけた際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。